7月29日、ボクシング界が熱くなった。米ラスベガスの T モバイルアリーナで盛り上がるウェルター級の4団体王座統一戦。そのリング上で WBO スーパー王者テレンス・クロフォードが3団体統一王者エロール・スペンス・ジュニアを9回 TKO で打ち倒す快挙。それだけでも驚きだが、これがなんと2階級での4団体統一という史上初の偉業だったのだ。ダウンを3度もダッシュする完全勝利。クロフォードのキャリアは40戦無敗 31KO に輝く。そしてその勝利が階級を問わず最も優秀なボクサーをめぐるパウンド・フォー・パウンド TFP の議論をさらに熱くする。わずか4日前にスティーブン・フルトンを8回 TKO で倒した井上尚弥を超える勢い。1位を狙う声が一段と高まっている。ただし日本のモンスター井上への評価が揺らいだわけではない。難攻不落と謳われた王者フルトンを圧倒的なパワーで打ち破った井上の姿は壮絶だった。クロフォードと肩を並べ、彼もまた世界中から賞賛を集め続けている。英衛星放送スカイスポーツが米興行大手トップランクのトッド・ボーフ氏にインタビュー。彼は言う。私が業界に入ったのは1993年、だが井上のスピードと両手のパワー、そしてボクシング IQ を見ると言葉を失う。本当に心を奪われる。さらに彼はアジアで生まれた中でも最もエキサイティングなファイターだ。マニー・パッキャオ以来の最も魅力的な存在だと熱く語った。かつて6階級制覇という壮大な成就を収めたマニー・パッキャオ。彼は間違いなくボクシング界の英雄と言えるだろう。そのパッキャオを知る元ファイターから井上がさらに上だという声が上がっている。2010年代、パッキャオとの3度の対戦を経験し、一度の勝利判定を手にした元 WBC 世界スーパーライト級王者ティモシー・ブラッドリー。彼が英紙デイリーメールに語った言葉はこうだ。井上のスピードとパワー、それは初めてパッキャオと戦った時の衝撃を思い起こさせる。だが井上はパッキャオ以上にテクニカルだ。そしてより正確だ。正確さ、それこそが彼の強さ。適切なタイミング、適切な量のパンチ、その技術は並外れている。並外れているとまで評価される井上の実力。経験豊富な選手すらも彼を称賛する。パウンド・フォー・パウンドにおいてはクロフォードに次ぐ存在かもしれない。だが井上の持つ力を覆す者は確かにほとんどいないだろう。我々が彼から目を離せない理由はそこにある。彼は無限の可能性とともに我々にボクシングの新たな地平を提示してくれる存在なのだ。これからも一緒に井上選手を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。